はい、皆さんこんにちは。今日はですね、おすすめのアプリを紹介していきたいと思います。ペーパーっていう名前のアプリなんですけど、正式名はね、ペーパーバイウィートランスファーっていう名前です。で、これはね、スケッチアプリになります。で、今まで私がこの YouTube で紹介してきた、プロクリエイトとか、アドビのドローとかね、スケッチとかっていうアプリとはちょっと違っていて、このペーパーっていうアプリは、自分のアイデアとかデザインとかをこうラフに書いておくためのスケッチブックみたいなアプリになります。なので、簡単にね、絵を描いたりとか、あとはちょっとメモ書きみたいな感じでお絵描きしたりとかっていう時にすごい使えます。で、あとはね、このアプリこんな感じで画像のね、コラージュができるんですよ。これがね、結構面白くて、画像をね、こうやって切って貼ったりして、こういうアートを作るみたいなのがすごく簡単にできるアプリです。で、今日はですね、このペーパーのアプリの使い方ですね、私がこれをどうやって普段使っているかっていうところと、で、あとは他のアプリとの使い分けですね、プロクリエイトだったり、あと他のノートアプリとの使い分けと、あと最後にちょっとこのペーパーのアプリでお絵描きとかもしていきたいなと思います。デザイナーさん必見なので、ぜひ楽しんでください。で、始めていくんですけど、一番最初ね、ペーパーのアプリ開くとこんな感じでノートがたくさん並んでます。で、開きたいノートタッチするとこんな感じでページが現れてくるんですけど、結構この辺ね、ノートアプリと似てますね。で、こうやってペラペラの表示もできるし、この一覧、ページ一覧の表示も出すことができます。で、例えばこれ私ファッションのね、スケッチをこう適当に思いついた時に、あ、この組み合わせいいなみたいな感じで書いたりしてるんですけど、まあこんな感じでですね。で、写真も貼ることができます。で、こんな感じでね、ざっくりスケッチなんですけど、冒頭でも話したように、このペーパーっていうアプリはスケッチブックなので、本書きするようではないと思った方がいいです。綺麗に書こうと思えば書けるんですけど、そういう用途ではないと私は思っています。こんな感じで超アバウトなアイデアデザインスケッチブックって感じですね。でも、ノートアプリとは違っていて、ノートアプリはこうね、文字を書くためのものなんですけど、こっちはどちらかというと絵を描くためのものになります。でですね、他にちょっとどんな使い方があるかっていうと、例えばこの YouTube のこのアミティ先生のチャンネルの、チュートリアルのネタ帳ですね、に、ペーパーはよく使ってます。こんな感じで、まあ、次どういうね、チュートリアルしようかなって考えた時に、思いついた時に、こう画像をペチャって貼って、そこにちょっと軽くイラスト書いといて、まあ忘れないようにメモ書きっていう感じですね。まあこれはね、グッドノットとかでも正直できるんですけど、私は基本デザインのアイデア出しをするときは全部ペーパーでやってます。で、ここはね、ちょっとあんまり見せちゃうとネタバレになっちゃうんで、企業秘密にしておきたいんですけど、例えばですけど、ちょっと前にやったこのプロクリエイトのマスクって何っていう動画があると思うんですけど、その動画を作った時とかも、あ、こんな感じにしようと思って、とりあえずペーパーに一番最初書いてたんですよ。で、本番撮影するときはもうプロクリエイトを立ち上げてスタートするっていう感じでやってます。で、あとはこれからちょっとやりたいなって思ってるものを見せちゃうと、例えばこの画像ね、合成画像を作ろうと思っていて、この iPad で合成画像がどこまでできるのかっていうのをちょっと検証してみたくてですね。で、例えばこの女の子のね、今1本しか指立ってないのをこう2本ね、合成で作ってあげて、このなんていうかな、ファキューをピースにできるのかとかねやってみたいなと思ってます。で、この後ろにケチャップの画像を合成させてあげて、あとこの女の子の顔とか肩のところとかに、なんだろう、イラストとかね、描いてあげて、ちょっと面白い絵にしたいなと思ってます。で、あとはね、こういうのもちょっと作ってみたいですね。この前出したプロクリエイターのブラシセット、スクリプトブラシセットを使ってこんなのを描いてみたいなと思ったり、これだとね、アフィニティデザイナーかな
って作ってみたいなと思ったりとかですね。あとこれちょっとなんか立体文字みたいなのも作れるなって検証してます。めっちゃ言っちゃったけど。はい。次回ね、こういうのが出てくるかもしれないので楽しみにしておいてください。で、こんな感じでペーパーのアプリを使っていくんですけど、ちょっとね、ここでおさらいというか、他のノートとの使い分けをちょっともう一度改めて説明します。私が今メインで使ってるのが、Procreate と、あとペーパーと GoodNote 5ですね、を使ってます。で、たまにノートアプリは Notability とか NoteShelf も使ってます。で、この3つを、の違いなんですけど、GoodNote 4、もしくはそれ以外のノートアプリっていうのは、いわば大学ノートですね。大学ノートね。皆さんが学生の時によく使ってたやつです。でね、ちょっと家を頑張って探したら1冊だけね、アナログのノートを発見しました。なんか、Adobe からもらったやつ。で、こういうやつね、罫線が入ってるやつです。罫線に沿っても文字を書いていくのが、まあ、普通のノートですよね。で、じゃあもう2つの使い分けとしては、ペーパーはスケッチブックで、プロクリエイトはキャンバスです。で、スケッチブックは何かっていうと、こういうの、デザイナーさんとかがね、よく使ってると思うんですけど、デザインのアイデアをバーってラフに書いていく雑記ノートです。で、スケッチブックは基本はこういう真っ白い紙だったりとか、あとはこうドットが入ってるやつとか、あとはこう正方形グリッドみたいなレイアウトで組まれてることが多いですけど、まあ、これと、まあ、大学ノートはちょっと違いますよね。大学ノートは文字で、こっちはどちらかというと、まあ、デザインとかアイデアとかね。で、これ昔、高校生ぐらいの時に使ってたやつなんですけど、まあ、こんな感じでデザインの勉強をしてたりしましたね。で、今はこういうアナログじゃなくてデジタルに移って、じゃあそのデジタルに移った時に何を使うかっていうと、このペーパーっていうアプリを使ってます。わかりますかね、皆さん。この説明でわかってくれると嬉しいです。で、最後、プロクリエイトです。プロクリエイトはキャンバスです。で、私の家には残念ながらキャンバスがないのでサンプルが見せれないんですけど、まあ言ったら、白紙の白い画用紙みたいな感じで、そこにもう本書きみたいな感じで作品を作っていくのがキャンバスですよね。それがプロクリエイトです。なので、プロクリエイトとペーパーの違いとしては、本気の絵を描くか、完成形の納品するためのものを描くか、そうじゃないかの違いです。なので、この3つをね、使い分けると結構アイデアがたくさん出てくるし、すごい頭の中がね、切り替えができるので、ぜひね、この3つおすすめなので使い分けてください。で、次。次はですね、最近私がこのペーパー使って、どういうことをしてたかっていうのを紹介していきたいんですけど、この前ちょっとロゴのデザインを頼まれて、それを作ってたんですけど、そのロゴを、まあ、イラレでね、作ったんですけど、イラレに持っていくまでに、その iPad でアイデアスケッチをして考えてたんですよね。で、昔だったらね、この紙でね、アナログでやってましたけど、今だったらもうデジタルでね、何枚でも、ページが続いていくし、あと消しゴムも使えるし、色をね、ちょっと塗りたい時とかも軽くささっとここで塗れます。で、まあ画像を貼って、こんな感じにしたいな、みたいな自分のインスピレーションをここに全部乗っけていきます。で、こんな感じで思いついた時にね、バーって書いといて、で、それを製本するときは、今回は、Mac のね、イラレでやりました。これもね、iPad でやろうかなと思ったんですけど、バリエーション作らなくちゃいけなかったんで、そういう時はやっぱり iPad より Mac の方が、強いので、今回は、製本は全部イラレでやってます。で、そのイラレで作ったやつを、今ここのペーパーで貼り付けてるだけです。普段はこういうことはしないですけど、今回はちょっと見せるために、こんな感じで並べてます。で、この中からね、最後ブラッシュアップして選んでもらったっていう形になるんですけど、まあこういう使い方をしてますっていう紹介でした。で、最後ですね、ちょっとお絵描きをして終わっていきたいと思うんですけど、ブラシの種類はですね、結構あって、全部で1、2、3、4、6本ぐらいあるかな。
6本ぐらいブラシの種類があります。あとにじませるツールもあるし、あとは切り抜きとかこう移動させるツールもあります。で、カラーもたくさんあるし、あとはさっき言ったように画像も載せれるし、画像は何枚でも載せることができます。で、あとは塗りつぶしの項目もちゃんとあるので大丈夫です。で、あとそうそう、こういうね、あの正円書いたり、長方形、正方形を書いたりすることもできます。で、今日は最後ね、このたくさんブラシを使いながらロンドンの絵を描いていきたいと思います。ロンドンのちょっとポップで、あえてなんかこう雑にあんまり決めすぎないような絵を描きたいなと思ってるので、どんどん早回しで描いていきます。早回しで描いていきたいと思います。で、なんでね、このロンドンなのかっていうと、私大学生の時にあのイギリスの方にね、ちょっとあの留学してたことがあって、そこであの美大の行ってたんですよね。で、そこで、デジタルアートっていうかテクノロジーメディアアートっていうところを専攻して、まあそこでね、あのデザインとかいろいろ学んでたんですけど、まあそこでそのデジタルでね、こうクリエイティブなことをするっていうのをたくさんやってたので、まあそれがね、今の iPad のね、デザインとかのルーツになってるんですけど、まあそんな感じで、大学生時代はロンドンにおりました。で、休みの時になったらあのロンドンに行って、カメラ持ってロンドン行って写真撮って、でそれをなんかねブログに上げて、なんかブロガーとしてもちょっといろいろ活動してたりっていう感じの青春時代、青春時代でしたね。はい、そんな感じ雑談です。はい、そうで、だから私が得意なのは、写真、そのカメラが好きなので、カメラと、あとはデザインと、あとはイラスト、絵を描くのも好きだし、あとはそのブログとかね、ちょっと SNS 系も割と得意かな今も YouTube やってるしね。で、あとは何ができるかな、あ、そうね、その英語がちょっと喋れるかなぐらいかな、まあ、そんなに長くいなかったんで、言って3年ぐらいなんで、あのめっちゃペラペラではないんですけど、まあそうですねコミュニケーション取れるぐらいは喋れます。あとそれぐらいかな。あとなんかセミナー講師とかできるよこう人前で喋るの得意なんですけど、でもね、基本的にはね、あの引きこもりです。あの休日は家から出ません。はい、そんな感じですね超雑談ですいませんって言ってると、あのね、ロンドンの絵が出来上がってきましたね。全然あの絵の描き方とか説明してないですけど、まあ、今日はあのこんな感じで描けるんだなぐらいに思ってもらえればいいかなと思います。あのまたペーパーの使い方いろいろやるので、あとね、私あの一番最初言ったんですけど、コラージュが結構すごいんですよ、このペーパーで。あの女の子とか特におすすめ、あのコラージュを iPad で作ってみたいっていう人は、あのぜひねペーパーあの使ってみるといいと思います。で、ちょっと言い忘れてたんですけど、ペーパーあの無料でダウンロードできるんですけど、アプリ内課金があります。確かね、900円ぐらい月だったと思うんですけど、まあアプリ内課金があるということなので、ちょっと有料は嫌だっていう人は難しいかもしれないですね。でもあのデザイナーさんだったら絶対あの持っておいて損はないと思うので、あのぜひね、興味ある人はあのその課金ねしてみてください。はい、ということでね、こんな感じで完成になります。どうですかね、いい感じあのちょっとわざと外して描いてみました今回は。で、あのちなみにこのね、川のところに歩いてる 4つのこの棒人間のやつは、あれビートルズね、あのアビーロード の感じを表現してみました。はい、でこんな感じで完成なんですけど、もしもうちょっとあの使い方知りたい人は、あのこのホーム画面のところの右上のところ設定ボタンを押してもらったら、ペーパーの使い方っていうところがあるので、ここでもっと詳しい使い方あのいろいろ載ってます。動画で載せてくれてるので、あの使いこなしたい人はここを見てください。
はい、ということでね、今日は以上にしたいと思います。もしこの動画が良かったら、ぜひいいねボタンをよろしくお願いします。で、まだチャンネル登録してない人は、こんな感じでたくさんね、iPad のおすすめのアプリだったりとか使い方を紹介しているので、ぜひよかったらね、チャンネル登録ポチッとしていただけると嬉しいです。はい、ということで今日は以上です。ご清聴どうもありがとうございました。バイバイ。